パーフェクトグレードバンシーノルンの製作、腰の部分のですねパーツの塗装が、完了してますので、今回はこちらを組み立てていきたいと思います。こちらには今回組み立てる腰の部分のパーツを並べているんですけれども、パーフェクトグレードというところで、腰の部分だけのね、もう本当腰周りの部分のパーツなんですけれども、これだけのね数があります。でさらにこの腰の部分のパーツに加えて、組み立てながらこの、LED ユニットですね、腰の部分の LED ユニットを組み込んでいきます。で、これをね組み込んでいくのと同時に、このね前に作った足の部分ですね、両足の部分、そしてこの胴体の部分ですね、ここの、LED ユニットですね、この辺とか、この辺ですね、この辺もこう接続しながらの組み立てになりますので、今回ね、メインで組み立てるのは腰の部分になるんですけれども、この胴体の部分ですね、胴体の部分と足の部分も同時にね接続していくことになります。で今回はねこの組み立てるだけなんですけれども、結構なね、作業量にねなると思います。それではバンシーノルンの、腰の部分のパーツ組み立てていきたいと思います。まずは内部フレームの部分から組み立てていきます。でこのねちっちゃなパーツがこのねこれ足の付け根の部分なんですけども、このパーツの動きをね制御してくれるストッパーみたいな感じなんですよね。これがちょっとずれて、よいしょ、こんな感じにねちょっとずれるんですよね。ちょっとずれて、ここがちょっとねまだ組んでないので動かしづらいんですけども、ずれてここがグッとねちょっと一旦外そうかな。でこのねこう歯車みたいにこうへこんだ部分があるんですけども、ここにこう、ね、グッとパーツが入り込んで、こんな感じにねここにこうグッと入り込んで、このストッパーみたいな感じになるんですよね。でパーフェクトグレードはやっぱりあのパーツの量が多くて足の部分も非常にね重たくなってるので、こういったねストッパーがないと多分ね支えきれない感じなんでしょうね。あとはこちらをねカチッとこうはめ込むだけなんですけれども、その前にサイコフレームですね、こちら、組み立てて、そしてこの向きですね、この向きにカチッと入れて、この部分ですね、この部分の溝にこの、ね、突起があるんですけど、こう差し込んでこういう感じにねスライドする仕組みになってます。であとはこれをグッと挟み込んで、で、先ほどねこのちっちゃなパーツなんですけれども、この部分はこうねガチッとねちょっと固めなんですけどね、グッと前に持ってきて、ちょっとねここ塗装してるのでこう滑りがね悪くなってちょっと硬かったんですけども、グッとね前に今持ってきましたので、前に持ってくるとこのねこの足の付け根の部分がこういう感じで動くと。で動かした後はまた、グッとねここでストッパーをかませて、これがねロックがかかる感じになってますね。さらにパーツを組み付けていきます。この上の部分からですね、よし、これを先に入れて、そして後ろの部分、この部分ですね、マスキングし忘れてこう、ね、塗料がかかってしまっているので、ちょっと、ね、厚みが増して
はめ込みにくくなってますね。どうしようかな、ちょっとヤスリ掛けしようかな。このパーフェクトグレードは結構ね、このパーツとパーツとのね、このクリアランスというか、この間がかなり、ね、シビアな感じになってるので、塗装してね少し厚みが増すと途端にね組み立てが硬くなってかなりねきつくなっちゃいますね。これで大丈夫かな。これでもね結構硬いな。よしよっしゃ、はまりました。このねこの後ろの部分なんですけども、ちょっとね塗料の分、まあ、ほんとね 0. 点何ミリっていう世界だと思うんですけども、ちょっとね厚みが増してはまらなくなってましたね。よし、よかったです。であとは前の部分ですね、これをまず先に組み立てておいて、よいしょ。そしてこのパーツをこの部分ですね、カチッとはませる感じですね。よし。そしてこの上の部分はこちらね、この2箇所のサイコフレームの部分に差し込んでいく感じですね。よし、OK です。こんな感じですね。で、サイコフレームが出てきたら、ここはね、こう開いて、ぐっとね、こんな感じなんですよね。デストロイモードの変形はこんな感じです。そして次は、腰のね、正面の部分ですね。で、まずはサイコフレームの部分から、よし、差し込んで、このジョイントのパーツも差し込んで、そして、このサイコフレーム。よいしょ。でこのねサイコフレームの部分はこの裏側にね、光沢があるシールを、まあ、この部分とかねこの下の部分貼ってますけれども、だいぶね色が明るくなりますよね。であとは外装の部分ですね。よいしょ。こんな感じです。で、これは、左側の部分なんで、もう片方右側の部分も同じように組み立てていかないといけないですね。こんな感じに、両側ですね、組み立て完了です。続いてはサイドの部分ですけれども、こちらも、フレームの部分から組み立てていきます。で、この部分はデストロイモードに変形するときにこんな感じにね、スライドする部分でもありますね。そして裏側にサイコフレームをくっつけて、そして、このね金色に以前塗装したパーツをくっつけて、でこのね中の部分だけは、シルバーでね塗装してます。で最後に外装ですね。よいしょ。こんな感じになりました。それで変形すると伸びてサイコフレームが露出してくる仕組みになってますね。そしてもう片方も全く同じパーツになりますので、同じように組み立てていきます。こんな感じで2つとも組み立て完了しました。そしてこちらは後ろの部分のパーツになります。これでね片方だけのパーツなんですけれども、結構ね数が多いですね。でこちらも組み立てていきたいんですが、まずはこうですね、スラスターの部分からですね。でこれはね穴のねここのちょっと形があるので、向きをねしっかり合わせて組み立てていかないといけないですね。でこのねスラスター差し込むときは、僕はねこのスラスターを塗装してるっていうのもあって、結構ね硬くねなってましたね。ガチッと入る感じでした。であとはこれを差し込むと、で、あと外装の部分もちょっと細かいパーツ組み付けないといけないですね。でこれはまず金色の部分を入れて差し込んで、こんな感じですね。差し込んで、で上からこ
ちらもね塗装したパーツなんですけども、銀色のパーツを差し込んで、見た目はこんな感じですね。そしてこちらはサイコフレームの部分ですね。まずはフレーム部分と組み立てて、そしてこれ外装の部分をガチッと入れると。でここもねしっかり入れて、こう外装とねサイコフレームを固定する感じになってますね。そしてこの4つになったパーツを、それぞれね、合体させていくんですけれども、これもね順番がありますね。まずはこのフレーム部分ですね、下の裏側の部分から入れて、そして、これか、この外装の大きな部分ですね。ここ、あれ、ちょっと待てよ。ちょっと外しますね。ここね、僕ゲート処理忘れてますね。ちょっと待てよ。ちょっとね、パーツを折ったり傷つけたりしないように。この部分ですね、僕ゲートをきれいにするの忘れてましたね。ゲートをね、カットして、ここまで戻しました。そしてあとは、ここをね、上から外装をかぶせて、で、最後に、この部分ですね、ここにカチッと入れると、こんな感じになります。で、この部分は、こうね、グッと持ち上がって、こうスラスターがね、見える感じになってますね。そしてもう片方も同じように組み立てましたので、こんな感じで2つ、組み立てが完了しました。これであとはですね、このフレームの部分ですね、真ん中のフレームの部分に各パーツをね、組み付けていくんですけれども、その前にというか、それをやりながら、こちらのね、LED ユニットですね、これも同時にこの中に、ね、組み込んでいくことになりますね。この背中の線とくっつけることになるので、これかな、これとくっつけることになりますね。で、まずは